平気霞本くんの心臓平気霞本くんは中国の女神であり、泰山信仰で最も人気がある女神である。別名、天仙聖母平気霞玄くん、泰山老母、泰山玉女、天仙娘娘、天仙玉女平気霞本くんなど。神格、人々の出世、結婚、方策など全般にわたる。平気霞本くんは中国の神であり、特に、 河北地方では、西王母をしのぎ、女神としては最も信仰を集めている。古代の文献、幼稚記によれば彼女は七天女の一人である。そのルーツは、大山の守護神、東岳大帝の娘、玉女大仙あるいは、五冠の名帝の時代の石森道という人の娘、玉陽との二節が有力。また、大山の壁霞宮に建て祀られて、大山三郎や大山、 四郎の姉か妹にあたる。他にも完全恩菩薩の生まれ変わりなど複数の説が存在する。平気霞元君はどんなに信人薄いものの願いでも聞いてくれる。神々の中でも最も優しい女神であるとされる。その神格も商売繁盛、子宝祈願、夫婦へ満、病気治療の祈願や人々にお告げをもたらしてくれるなど非常に幅広いご利益があるとされ。 多くの信仰を集めている。北京市の西南50キロにある妙峰山の山頂の平気霞元君を祀る妙峰山娘娘病には、旧暦の4月1日から15日までの開病期間には、麓から山頂まで20キロの山道を歩かなければならないにもかかわらず、毎年数多くの参拝客が訪れる。王三内、倉庫娘娘、十神娘娘、 眼光娘娘という穂坂みがいる。平気霞元くんと眼光上場、創始上場はそれぞれ運生、上場、慶大空上場、平気大空上場とも呼ばれ、合わせて三大空上場と呼称される。寝代の伝説では、平気霞元くんが天下の古戦をたった一人で統括するとされる。急天元女と被験する、人数力を持つと言われる。ありがとうございます。